タガンのおもちゃレビューです。獣王者獣王キングの食玩の紹介をします。ナンバーのね、1から4まで集めると1つのロボットが出来上がるんだ。それをちょっと紹介したいと思います。ぐーっと戻しておいてと。はい、ね、他のレビューでも紹介したんですが、タイガーの足をシャークの胴体にまずくっつけます。んこっちだね、でこっちだね、はい、こんな感じだ。でね、一回シャークのね、ここを取って、はい、もう上半身ロボットになっているイーグルのこのおへその部分につけます。そしてあとはここをドッキングすればいいんだけど、これねすごいな、可動がすごいんだよ。ね、まずお股が結構動きます。ごめんね、すぐ取れちゃうね。でよいしょ、足首も動きます。でキックできるような状態、こんな感じで動くんですよ。はい、でも曲がりますし、これ結構ねいい出来なんです。いい出来、うん、肩も動くし、いろんなポーズ取れます。横向きます、こんな感じでね。子供に作ってあげたんだけど結構喜んで遊んでいます。はい、食玩、サレド食玩、素晴らしいです。では。